新潟市西蒲区西区の農家の皆さんに稲作情報を配信します。これからの栽培管理にお役立てください。今回の稲作管理技術情報は6月の栽培管理の中干し、溝切り、計算肥料の施用による稲体の強化、病害虫対策についてお伝えします。まずは中干しと溝切りの効果とポイントについてお伝えします。1つ、無駄な分月発生を抑えて生育量を適正にします。これは良質な茎を確保して適正な歩数、もみ数にするために重要です。2つ目、貝石灌の浸透を抑制し収穫期の倒伏を軽減します。3つ目、土壌に酸素供給することで根を健全にします。おひびが入るまでしっかり干すことで根腐れを防止して根を健全にします。4つ目、溝切りしてあると夏場のフェンなどの緊急時に迅速な水管理ができます。中干しは開始時期が重要です。目標歩数の7割の係数を確保したら直ちに落水して中干しを開始します。それでは適期を判断するために稲の茎の数を数えてみましょう。新しい葉っぱが見える茎を1本と数えます。数えます。数えません。これは数えません。数えます。数えません。こんな調子で数えていきます。ぜひ皆さんも自身の田んぼで茎の数を数えてみてください。品種、田植え時期による中干し開始時期の目安は表の通りです。梅雨入りして雨が続くと田んぼが乾きにくくなるので、遅くても田植えから30日後頃になったら中干し作業に入りましょう。そして中干しの程度は小ひび程度にしましょう。大きなひびを入れてしまうと根が切断され品質低下につながりますので、干しすぎに注意してください。中干しは遅くとも出水1ヶ月前までに終了し、終了後は浅水の寒暖灌水から徐々に放水管理にします。一気に田んぼに水を入れずに、例えば2日水を入れて3日水を落とすのが寒暖灌水です。寒暖灌水の後は放水管理に移ります。放水管理によって上根の発生を促進します。また6月末から7月上旬の時期に施用をお勧めしたいのが計算肥料です。昨年の収穫以降施用してない圃場ではぜひ追肥で施用してください。計算資材は根の水分吸収力が向上することでフェンや高温時に稲体の温度が上昇しにくくなります。このことによって糖熟が向上し品質低下を軽減することが期待できます。さらに稲体が強くなることによって倒伏に強くなったり病気にかかりにくくなります。流し込み肥料など省力化して作業負担を軽減できる資材もあるので活用してください。最後に病害虫対策です。1つ目、イモチ病は発病させないことが重要です。捕食苗は発生源となりますので直ちに撤去してください。また圃場をよく観察し病斑を発見したら早急に防除してください。2つ目、斑点米の対策はカメムシが増殖する鶏飯、農道等の除草を徹底してください。また水田内にホタルイ、ヒエなどのイネ科雑草が多い場合は適切な薬剤で除草しカメムシの侵入、加害を防ぎましょう。適期の中干し、溝切りと計算肥料の施用、病害虫対策で高品質米の生産を目指しましょう。以上、水稲管理技術情報でした。